キング。今日やる料理は、このね、スキレット鍋。この間、オムバーグやるときに買ったんですけど、これね、なかなか面白いんで、また、いろいろこのスキレット鍋でもう料理の方ちょっと研究したいと思います。まあ、今日はね、今日考えてきたのはもう第一弾ね、ちょっとカマンベールをこれで焼いて、ちょっと面白いことやってみようかなと思います。えい、調理スタート。じゃあ早速ね、調理の方行ってみたいと思います。はい、こういう火つけて、はい、今日ね、オリーブオイルね、オリーブオイル適量、適当に、まあ、大さじ1杯ぐらいかな、を入れて、はい。したら、はい、玉ねぎね、はい、玉ねぎスライス。これ大体、4分の1個、1個ぐらいかな。うん。これ入れます。はい。はい、したらね、次ね、はい、ベーコンね、ベーコンを、これね、100グラム。大体2センチぐらいに切りました。ポン入れて、はい。はい、次ね、しめじね、しめじ大体もう、一パックの3分の1ぐらいかな。石突きを取って、ばらしておいたやつと、あとちょっとこの、パプリカね、赤いのちょっと残ってたんで、これも入れてます。うん。はい、いい感じ。軽くね、炒めていい感じに野菜のくさっとしてきたら、このトマトソースね、基本のトマトソースってやつ、この缶、このちっちゃい缶なんだけど、これをね、この間3分の1ぐらい使っちゃって余ってたんで、これを使って、3分の2ね、基本のトマトソース3分の2入れまーす。はい。はい、これでね、ベーコンの塩気とトマトソースの塩味でもちょうどよかったんで、味付けはこれで完了でーす。はい。はい、そしたらこれを一旦外して、はい。じゃあ、ここでスキレット鍋ね、スキレット鍋。これを冷めちゃいます。はい。はい、そしたらね、今日はね、これね、これ、カマンベール。このカマンベールを、なんとね、こう丸ごと一個ね、もうこれでスキレットでやっちゃおうかなと思います。よいしょ。はい。スキリッチ鍋が温まってきたら、このね、カマンベール。これをね、なんとね、このね、丸ごと1個ドカーンと入れちゃいます。はい。はい。カマンベールがね、いい感じに焼けてね、ちょっととろっとしてきて、ちょっと火が入ってちょっととろけ出しましたよ。そこにね、先ほどね、作ったね、トマトソースね。はい。これをぶっかけちゃいます。うわー、うまそう。はい、これでね、最後にね、ドライパセリをかけて、よいしょ。よし。はい、完成しました。今日の簡単料理ね。カマンベールの、焼きカマンベールのトマトソースの完成でーす。ビスケットとかね、バケットとかを添えてね、ご自由にみんなでわがやったらいいと思います。はい。じゃあ早速ちょっとね、中どうなってるか切ってみたいと思います。カマンベールが、うわー、溶けてる。溶けてる。カマンベールがめっちゃ溶けてる。うわー、美味しそう。